はい、こんにちは、山田です。今日は東京の巣鴨まで来てるんですが、TOEIC テスト、TOEIC 受けてきます。で、今日がその試験日なので、今会場に向かってます。で、会場が今日、巣鴨にある大正大学、大学のキャンパスですね。受けていきたいと思います。これまで世界一周とかしてきましたが、1年ぐらいそうやって海外とか回っていたり、まあ、その前英語の勉強してたっていうのもありますが、どのぐらい TOEIC で点数を取れるのか、こうやって個人でオフィシャルで受けるのは初めてになるので、その初の個人で受けるこの TOEIC テストでどんな感じになるのか、ちょっとこれからテストを受けて、まあ、動画の最後には結果もくっつけたいと思います。じゃあちょっと行ってきます。めちゃめちゃ綺麗なキャンパスですね、大正大学。はい、検温です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回このTOEIC受けるにあたって対策みたいなものってそんなに対策はしていなくて、強いて言えば単語帳は何回かやってきたっていう感じですね。まあ、それ以外は特に対して、やらず、英語を勉強してる時からもちょっと間は空いちゃうんですけれども、まあ、それで果たして何点まで取れるのかちょっと楽しみですね。なんか特になんか会社からとか何かに必要でっていうことで受けるわけではないんですけど、なので特にこう何点取んなくちゃみたいなプレッシャーみたいなものって一切ないので、その点はいいかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずこれから試験、ちょっと2時間がね、僕集中できるか言い訳なんですけど、まあちょっとやっていきたいと思います。行くか。はい、ということで自宅まで帰ってきました。で、TOEIC受けてきたわけですが、とりあえずあの結果が出るまでに2週間ちょっとかな、かかるみたいなので、しばらく待ってみたいと思います。はい、ということであれからだいたい2週間ちょっとぐらい経ったんですけど、あの TOEIC の結果が出たみたいなので、これから結果見ていきたいと思います。で、実は昨日もすでに結果が出てたみたいで、あのメールが来たんですね、 TOEIC の。で、そのメールがこんな感じでした。まあ、テスト結果表示第254回 TOEIC みたいな形で、まあ、その結果出ましたよっていうメールなんですけれども、まあ、先にネットで結果が見れるということなので、これから見ていきたいと思います。で、あの結果僕もあの楽しみにしていて、あんた昨日見ようかなと思ってたんですけど、まあ、せっかくあのこうやって動画にしてたので、まあ、昨日はまだ見ず、あの今回この動画の中で初めて僕も結果を見るような感じです。じゃあこれからあのログインして結果見ていきたいと思います。まあ、どうなってるかちょっとドキドキしますね。じゃあ入ってきます、うん、じゃあログインしちゃいます。これも結果出ちゃうのかな、すぐ出ちゃうのか。あ、まだ出ないですね。どこだ。これですね、テスト結果のご確認、多分これをしたら出るんでしょう。じゃあすまさんの長々となっちゃいましたが、結果見てみたいと思います。ドキドキすんな、大丈夫かな。お、これだよな。あ、これはなんかいいんじゃないの。いいですね、逆に反応に困る。なんかいいよね、めちゃめちゃいいような気がする。結果リスニング495、多分これ満点だと思います。そうだよな、リーディングが450点、まあ、これいくつか見せてますね。で、トータルが945点と、まあ、TOEIC 990点のはずなので945点、なかなかいい結果に終わったんじゃないかなと。逆にあの反応に困っちゃう、結構取れたなっていう、はい、あのなんて言っていいか、すいません。これまで動画を見てくださっている方は、まあ、直近1年間、もう今就職してますが、まあ、直近1年ぐらいはあの世界一周とかをしていて、で、その前、2年前ぐらいになりますけど、2年前ぐらいにフィリピンに3ヶ月、留学に行ったりとか、あとカナダのトロントですね、にワーホリで半年行ったりとかっていうことをしてたので、まあ、ちょっと前の話にはなるんですけれども、まあ、そこの
積み重ねの結果かなと思ってます。まあ良かった結果このぐらいの点数が取れてるので、いいんじゃないかなと思いますと自分で思ってます。まあ、これまで英語の勉強法とかっていうのもすごい独学なんだけれども、まあ、その独学で勉強の仕方の動画とかね作ってたので、まあ、これからは多少信憑性というか一応言ってもいいのかなと、TOEIC もちゃんと持ってますって、まあ、過去にそうやってワーホリとかあるいはまあ世界一周しながら英語を使ったりですとかっていうことをしていれば、まあ、こうやって点数も取れるということを、まあ、一つ何でしょう証明、なんか別にそんな偉そうにするつもりは一切なんかそんな、なんだろうな偉そうに言うつもりは一切ないんですけど、まあこのぐらいの点数を取ることができましたっていう、まあ、証明になったんじゃないかなと思います。まあ、またなので自分の経験したことを持っている知識として、じゃあ英語の勉強の仕方とかっていうことも何か皆さんに伝えられる動画とかもできたらいいなと思っているので、まあ、チャンネル登録だとかしていただいておけるとすごく嬉しいです。よし、じゃあ今日はこんな感じかな。今日の動画はこのぐらいにしておきたいと思います。いやでもよかった、胸を張ってもいい点数なんじゃないかなと思って、よかったです。動画を撮って僕もよかったです。はい、ということで今日も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、コメント、評価もよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。